こんばんは。前回琵琶湖へサイクリング行った帰り道、自宅の近くで突然バーンと爆走しました。かなりの大きな音でちょっとびっくりしましたね。これはひどいですね。実際傷があったのかもしれませんね。まあとりあえず、タイヤを交換いたします。タイヤレバーでグリグリと回して外してもいいのですが、レバーでチューブを傷つける可能性もあるので、ここは手を入れて外します。しかしリムやビードで手を怪我しないように注意ですね。軍手を使うと安全ですが、やはり作業はしにくいですね。バーストは過去に2回ほど経験があります。段差をガツンとやっていないか、リム打ちではないと思いますね。鋭利なガラス片や金属片でも踏んだのかもしれません。パックリと裂けてますね。こういう場合にはバークツールのタイヤブロートというものを常備しておりますが、これはまだ使ったことはありません。ここにあるだけですね。昔バーストした時に補修したのはこの古いタイヤの切れ端です。これは一応使いましたが、あくまでも応急処置ですので、スピードは控えめにしたいと思います。新しいタイヤに交換しますね。昔からこのタイヤを使っております。新しいチューブにほんの少し空気を入れます。入れすぎるとちょっとタイヤはめにくいですからね。片方のリムにタイヤの片方のビートをはめます。はまったらチューブをリニアタイヤの真ん中に入れていきます。新しいタイヤは大変硬いのでやりづらいです。
はみやすいように少し空気を抜きます。最後はやはりレバーを使います。古いタイヤの場合はレバーを使わなくてもはめることができると思います。チューブを挟み込まないように注意して入れますね。はみ出てると、そこに空気入れると一発でまたパンクします。本当ですよね。山奥や遠方でバーストしたらもうほんまに大変です。道路にはパンクの要因がいろんなものが売ってますよね。漫画悪いとほんまに簡単にパンクします。